はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はデスティニーオーダー召喚について、誰を交換するのがおすすめなのかというのをお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、今回の動画に関してはあくまで性能メインでお話ししていきます。まあこのデスティニー召喚なんですが、自分の好きなサーバントを選ぶことが可能となってます。ってなった際、自分の好きなサーバント交換した方が正直コスパいいんですが、あくまでこの動画は性能メインでいろいろお話ししていこうかなと思いますんで、そこだけご了承ください。では早速やっていくんですが、セイバーからエクストラ2まで今回9機のサーバントを選んで、その9機の中から1機のサーバントが当たるという福袋ガチャとなっております。はい、ちょっとカミカミごめんなさい。で、まずセイバーから見ていきましょう。セイバーの期間限定と工場はこんな感じになっております。はい。で、まあ大前提としてお話ししていくんですが、工場のサーバントに関しては正直スルーして構いません。はい、なぜかっていうと、もうめちゃくちゃ単純で、工場のサーバントっていつかすり抜けでやってきます。わざわざこの福袋で狙う必要があるかって言われると、俺はないなと個人的に思うんで、工場のサーバントはちょっと一回フィルターオフにしておきましょう。はい。で、このクラスストゲンがないということで見ていくんですが、期間限定のセイバー誰がおすすめですかというと、俺個人としておすすめだなと思うサーバントに関しては2機います。はい。まず1人目、伊吹童子ですね。はい。この子に関してなんですが、シンプルに性能がめちゃくちゃ強いです。あ、NP チャージとかそこら辺の詳細が出ていないんですが、まあこの伊吹童子に関しては NP50% チャージ持っていて、かつバスターでめちゃくちゃ有能なキャラクターとなってます。全体バスターの中で言うと結構最強格と言っても過言ではない性能となっているんで、その際まあ狙いに行く価値っていうのは高いかなっていう感じです。そして2人目なんですが、2人目はシャルル・マーニュです。はい。この子に関しては9の全体宝具となっているんですが、シンプルに現環境シャルル・マーニュに関しては使える場面っていうのが多いんじゃないかなって思ってます。で、まあこの子に関してシンプルに NP30% チャージ持っていて、9で黒聖杯を運用することが可能となってます。黒聖杯で9システム組めるっていうのは結構現状破格だったりするんで、そのことを考えた際、俺個人としては伊吹童子とシャルル・マーニュ、この2人のうちどちらか狙いに行くっていうのはありなんじゃないかなと思ってます。はい。ということでセイバーに関してはこの2機となります。そして次アーチャー見ていきましょう。アーチャーに関してはストゲンが1機、工場が3機限定が、あ、工場が4機で限定がいろいろいるって感じですね。で、まあ正直工場見ないということでストゲンにしておきましょう。はい。で、この中から誰がおすすめかというお話なんですが、俺個人として無難なんですが、やっぱりギルガメッシュおすすめです。はい。なぜかっていうと、もうただただ単純シンプルに強いからです。まあ他の星5アーチャーに関して全部強いんですよ。 NP50% チャージ持ってたりするし、いろいろな場面で使えるっていうのはあったりはするんですが、個人的に性能的なことを考えるとギルガメッシュがやっぱり無難に強いなぁと個人的に思うので、俺個人としてはギルガメッシュをおすすめしたいです。で、それ以外のサーバントだったら誰っていうのがあるんですが、その中で言うならば、強いて言うならば、まあルルガーかなーって感じです。はい。この子に関してはアーツでシステムを組むことができる全体アーチャーとなっているんですが、宝具が天の力を持つ敵特攻ということで、今後天特攻が90プラプラとか90プラで刺さる場面っていうのが多分出てくると思います。そうなった際にドゥルガー可能性があるなと個人的に思うんで、まあギルガメッシュプラス、ドゥルガーぐらいを狙っていくっていうのが安牌になるのかなという感じです。はい。ということでアーチャーに関してはこんな感じでした。そして次ランサー見ていきましょう。ランサーに関して工場が1,2,3,4,4機いるって感じですね。で、ストゲンが2機いて、それ以外は限定となっております。で、この中から誰がおすすめかというと2機いるんですが、まず1人目が
メルジーヌです。はい、この子に関しては超単純、単体宝具にもなるし全体宝具にもなるし、何よりもうシンプルに NP100% チャージが強いから、もうこれだけで引くポテンシャルっていうのはあるんで、まあやっぱメルジーヌに関しては引けるんだったら引いといて狙って損はないかなと思います。そして2人目なんですが、2人目はロムルスです。はい、この子に関してはローマ特攻の攻撃です。でこの子第一スキル切ると敵全体にローマ特性を付与します。つまり第一スキルを切ったタイミングでお前ローマなって言って宝具でローマ特攻をボーンってぶん殴ることができるんですよ。まあやってることえげつないなということで、個人的にロムルスに関してもおすすめです。まあただロムルスに関しては NP30% 軸とか、クリティカル軸での使い勝手がいいというお話になるんで、メルジーヌとは結構変わってる性能になるのかなと個人的に思います。はい、ということでランサーはこの2機でした。そして次ライダーですね。ライダーの工場なんですが、ライダー工場めちゃくちゃいるんですよ。 1,2,3,4,5,6,7、7体工場がいるということで、限定ストゲンにした際意外と少なくなります。はい、でこの中でですね、誰がおすすめかっていうと、正直に言います、おすすめはいません。はい、ライダーに関しては個人的にめちゃくちゃおすすめのサーバントがいるかと言われると、期間限定ストーリー限定ではいないという感じになっているんで、ここは好きに選んでもらったらいいかなと思います。まあこの中で強いて言うなら誰と言われると、やっぱりダヴィンチちゃんかなって感じです。まあこの子自体アーツのシステムが組めるプラス宝具を打てば打つほど味方全体に NP をチャージしてくれるということで、まあシステム軸でも強いし、サポートをサポートするっていう意味でも強かったりするんで、まあダヴィンチちゃんが期間限定ストゲンの中で言うと強いて言うんだったら強いかなって感じです。で宝具を入れていいよというお話になる場合は、個人的に対抗棒を押したいです。はい、この子に関してはシンプルに NP50% チャージ持ち、かつこの宝具が旧攻撃宝具威力アップを味方全体に打ってくれます。サポーターとしても使えるし、宝具に関しては神聖特区を持っている、神聖はデバフです。今後使える場面っていうのもあったりするんで、そのことを考えるとまあまあありなのかなって感じかな。ただやっぱり工場っていつかすり抜けたりとかするんで、正直工場を狙うんだったら限定とかストゲンとかを選んどいた方がいいかなと思います。はい、で次アサシンですね。アサシンに関しては工場が1,2,3,3機となっております。はい、で、そのままオフにしておいて、期間限定ですね。はい、いろいろいるんですが、この中で誰がおすすめかというと、個人的に3機います。まず1人目なんですが、やっぱり光小屋です。はい、もう光小屋はもう説明しなくていいでしょう。バスターのシステム軸最強のサポーターです。はい、バスターのサポーター作りたいなと思う、バスターのサポーター欲しいなと思うんだったら光小屋狙ってください。そして2人目なんですが、エスカトリポカです。はい、この子に関してはもうシンプルに強い、もう味方全体にある程度バフばらまけるし、アサシンなのに宝具の火力が出せるっていうシンプルに強いキャラクターとなってます。あとは味方全体に NP30%、 自身には NP50%、 そして宝具を打つと味方全体に NP10% ばらまいてくれるということで、まあもともとバーサーカーで来るんじゃないかと言われていたんですが、アサシンになった影響でまあいい感じに調整されたというキャラクターです。まあこのキャラクターがバーサーカーだったら FGO は壊れておりましたと言っても過言ではないぐらいに、エスカトリポカアサシンでも性能がめちゃくちゃ高いキャラクターとなっているんで、この2機に関してはおすすめかなって感じです。そして3機目なんですが、個人的にねカーマおすすめです。はい、カーマに関しては NP50% チャージ持っていて、かつ宝具がねめっちゃ強いんですよ。まあ宝具を打つたびに相手に高確率で魅了付与するということで、魅了パーティー等で使えたりする、プラスこの子無限ガッツ持っていたりとか、攻撃力アップ等いろいろ使った際に結構便利な単体アサシンとなっているんで、そのことを考えたらまあ単体宝具といった意味で水着カーマ狙いに行くっていうのはありなんじゃないかなと思います。はい、
ということで、アサシンのおすすめはこの3機です。で、この3機の中からまあ強いて言うんだったら、光小屋とテスカトリポカ、この2機がめちゃくちゃおすすめっていう感じですね。で、次バーサーカー見ていきましょう。はい、バーサーカーが正直一番やばいです。はい、工場に関しては 1,2,3,4 ということで4機となっております。はい、工場減らしたストゲン込みのサーバントがこんな感じになっているんですが、この中で誰がおすすめかっていうと、もうここだけはいっぱいいます。はい、4機おすすめです。まず1人目、水着の伊吹童子。はい、この子に関しては NP50% チャージ持ちプラスシステムアーツのシステムが組めます。かつ敵全体の防御強化状態解除してから強力な地属性特攻の攻撃です。はい、弱いわけがないということでめっちゃ強、狙いに行くのありです。そして2人目なんですが、モルガンです。はい、この子に関しては NP50% チャージ持っている、かつ、人の力特攻プラス円卓妖精特攻持っているということでシンプルに強いです。かつクリティカル軸でも運用することができるということで、バーサーカーなんだけど攻撃で、特攻で強い、クリティカルで強い、まあいいとこ取りかなっていう感じです。そして3人目なんですが、3人目は上品です。弱体特攻状態付与ということで、相手がデバフかかっていた場合必ず特攻が入ります。はい、実質誰でも特攻となっております。めちゃくちゃ強いということで、もうこれだけで引く価値っていうのが高いです。かつ宝具打つ前にバスター耐性ダウンしてくれるということで、まあ宝具打つイコール弱体特攻が入る、強いなっていう話になるんで、もし脳筋で全てを壊したいっていう方はアルジナオルタめちゃくちゃおすすめとなっております。そして4人目なんですが、4人目は金時です。はい、この子に関しては NP50% チャージ持っている単体のバーサーカーです。で、この子はね、宝具強化されたことによって90プラプラとか90プラとかでもう派遣でした。まあここ最近あまり金時使われる場面ってなくなってはきているんですが、まあ今後こいつの宝具レベル5とか持っているだけでシンプルに世界を破壊することができるポテンシャルを持っているんで、はい、金時に関してもおすすめかなと思います。ということで、バーサーカーに関してはこの4機のサーバントがおすすめという感じです。そして次、エクストラ1見ていきましょう。エクストラ1なんですが、数がめちゃくちゃ多いです。はい、工場のサーバントは何機いるんだ、 1,2,3,3 機ですね。はい、それ以外は期間限定となっているということで、限定のやつやっていきましょう。はい、この中でのおすすめなんですが、何体いるかな、個人的に2機かな。はい、2機です。まず1人目なんですが、水着のスカリーです。はい、なぜかっていうとめちゃくちゃ単純、 Q のサポーターで現環境最強だからです。はい、まあ説明する必要ないかなと思うので、まあ Q のサポーター欲しいなと思う方に関しては狙いに行くというのでいいんじゃないかなと思います。はい、そして次なんですが、2人目ですね。2人目は俺個人としてはやっぱりアルクになるかなと思います。アーキタイプアースです。この子に関しては NP100% チャージ持っている、かつ、混沌特攻、これが本当にぶっ刺さりました。はい、90プラプラでめちゃくちゃ使えましたっていう意味で、まあ現環境アタッカー最強格と言っても過言ではないキャラクターとなっているんで、まあ狙いに行っても個人的にいいんじゃないかなと思います。はい、でそれ以降ね、わりかしヒミコとかスペースイシタルとかおすすめだったりはするんですが、まあ正直めっちゃおすすめかって言われるとそこまでおすすめではないんで、まあこの2機に絞って水着スカリーとアルクウェイド、この2機を交換しに行くというのでいいんじゃないかなと思います。はい、そして1個飛ばしてました。はい、キャスターですね。キャスターに関しては、工場が合計5機いるって感じですね。はい、工場オフにしておいて期間限定から見ていきましょう。ストゲンいないんだね。はい、ここの中での交換に関しては2機です。まず1人目は言わずもがなキャストリアです。もうこの子に関してはアーツの耐久というかアーツのサポーターとして最強格、かつ対粛清防御、これが現環境最強のメタとなっているんで、キャストリア持ってないよっていう方に関しては必ず入手しておいた方がいいというぐらいに交換するべきサーバント、狙いに行くべきサーバントになってるかなと思います。そして2人目なんですが、個人的にマーリンかなって感じです。マーリンに関しては全体 NP20% チャージプラスバスターのクリティカル補助最強格となっております。
まあ一ターンしかクリティカル乗らなかったりするんで、ちょっとそこが微妙だったりするんですが、やっぱりマーリン持っているだけでめちゃくちゃサポートっていうのがしやすいです。かつ宝具に関しても味方全体の HP 回復といろいろ合っていたりするんで、そのことを考えたらキャスターでかつバスターのサポーター欲しいなと思うんだったらマーリン狙いに行くというのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということでこの2機ですね。それ以外のサーバントは別にです。はい、でラスト、エクストラの2かなーって感じです。はい、工場のサーバントエクストラ2はいないんですか。はい、いないらしいです。ということで、別にオフしなくていいか。はい、ここねめちゃくちゃいろいろサーバントの数多いんですが、おすすめのサーバントはちらほらいます。まず1人目なんですが、やっぱりオベロンですね。はい、90プラプラの環境です。90プラプラオベロン持っているか持っていないかで結構周回の幅っていうのが変わってきたりするんで、そのことを考えるとオベロンに関しては持っていない方は狙いに行くというのがいいんじゃないかなと思います。そして2人目なんですが、2人目はプーリンです。まあレディアバロンですね。この子に関しては、マーリンがバスターの補助なんですが、アーツの補助と思ってもらえればいいかなと思います。まあ、本当にアーツ版のマーリンっていう感じですね。でこの子自体ねやっぱ強かった。アーツのクリティカル威力上げてくれるとか、まあシステム軸でもこの子サポーターとして使えたりとかするんで、アーツの補助キャストリアばっか使ってたな、ちょっと新しいサポーター欲しいなと思う方に関してはレディアバロン狙いに行くというのもありなんじゃないかなと思います。そして3人目なんですが、3人目はドウマンですね。はい、ドウマンです。この子に関しては NP80% チャージ持っているトントンアクバッファーとなっております。でこの子ね宝具がめちゃくちゃ強くて、宝具レベル1でも相手に即死を付与することができます。でこの子に関しては同エネミーほぼ確定で即死触れることができる、やることができるといった意味で、俺個人としてはドウマンに関しても狙いに行く価値っていうのは高いかなという感じです。はい、でそれ以外のサーバントはね、まあ場合によるね、本当にククルカンとかドラコーとかヤミコヤンとかめっちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強いんですが、まあ今回必ず狙いに行くべきキャラクターかと言われると正直違うなと思うんで、エクストラの2に関してはオベロン、プーリン、ドーマン、この3機の中から選んでもらえると分かりやすいかなと思います。はい、ということでね、各サーバントについておすすめのサーバント紹介してきたんですが、こんな感じとなっております。まあ実際ね、もし俺が性能メインで考えるってなった際にどういう感じになるのかっていうのを紹介していくんですが、まあ性能メインでっていうことを考えると、そうだね、まあこんな感じになっていくのかなというねやつです。はい、ここで回すというわけではないんですが、もし性能メインで見ていきたいと思う方に関しては、俺個人としてはこういう形で福袋を引いてみるといいんじゃないかなと思います。ただこれはあくまで性能メインです。好きなサーバント引きたいっていうのがあると思うんで、まあここはうまいことテイストを変えて自分の好きなサーバント選んで引いていくみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。はい、でこれ外しておかないと、普通に間違ってガチャを引いてしまうっていう可能性があったりするんで、全部解除しておきましょう。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.